こんにちは、ケイドラです。今日は超究極赤座のギミックが判明したので適正キャラを予想していこうと思います。初降臨日は3月17日木曜日の19時からですね。ではギミック見ていきます。今回はこちら、ダメージオールとワープが必須ですね。他にはハートなしステージなんで、結構ねキャラのコンセプト的にも非ダメージ大きいんじゃないかなっていう風に思ってます。結構火力でゴリ押しされる気がするんで、耐性だったり回復は結構ね役に立つんじゃないかなって思ってます。特に属性効果アップはなかったので、他属性も多少いけると思います。ただ、非ダメージは注意してください。現状だと、反射貫通の有利性はわからないんですけども、おそらく煉獄さん接待だと思うんで、そこから逆算すると、貫通が有利なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今回のクエストに関しては、どのキャラを連れて行っても運極扱いなんで、運枠降臨キャラを連れていく必要はありません。適正のガチャ源ゴリゴリで挑んでください。というところでまず上位の適正予想をしていきます。はい。まあやっぱりこちらですよね。煉獄さんは全てにおいて強いです。まず超アンチダメージオールと超アンチワープなんで、まあ、ギミックを完全に火力に変える、かつ、貴族性キラーですよね。これもまた強い。そして耐性 M 持ってるんで、おそらく赤座の攻撃結構痛いと思うんですよ。それを半減してくれるんで、これはかなり役に立つと思います。で、HP が削られた時は底力発動するんで、全体的にやっぱりこのキャラはこのステージにおいて高水準ですよね。友情コンボに関しても両方とも非属性なんで、属性キャラ乗ってくるっていう点も含めて強いと思います。まあ、極めつけは SS ですよね。非常に高いワンパン力持ってるんで、直殴り倍率アップしてたら、軽く接待とか必要かもしれませんが、まあ、十分ワンパンする可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。圧倒的火力対圧倒的火力でね、勝負することになると思うんで、耐性 M っていうところも結構注目しています。お次はこちら、静か御前ですね。このキャラ、魔封じ M 持ってるんですよ。なので赤座に対してキラーが乗ってくるのと、まあ、おそらく雑魚戦においても魔族結構出ると思うんで、まあ、クエストを通してね、強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、煉獄さんと同じバランス型なんで、戦撃恩恵もあるし、十分強いキャラかなっていうふうに思ってます。まあ、煉獄さん持ってない方に関しては、工場キャラの静か御前、かなり使えると思ってます。で、他にはこちら、シオンですね。回復だったり耐性。他にも SS を短縮できる SS を持ってるんで、煉獄さんとすごく相性がいいんですよね。かなり重い煉獄さんの SS をしっかり短縮することができます。まあこちらもバランス型ですね。戦撃恩恵があります。まあ煉獄さんと一緒に使ってあげると周回速度結構上がるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、他にもちょくちょくいるんですけども、一応伏せ姫アルファとかも入ってきますね。まあ回復と巨大バリアを張ってくれる SS で、非ダメージを軽減することができます。で、こちらですね。多属性なんですけども、乙骨結構強そうじゃないですか。超ダメをファーストキラー、状態異常レジスト、SS も強力で、味方触れたらめちゃくちゃ回復してくれるんですよね。さらに割合もあるんで、もし魔族がいっぱい出るんだったらファーストキラーも乗せやすいし、全体的に活躍するんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただまあ、非ダメージ怖いですね。めちゃめちゃ痛いクエストだったら、たとえ光属性であっても結構食らう可能性があります。反射は強いかどうかわからないんですけども、まあ結構ね、強いからいるんですよね。まとい流行、魔封じ持ってます。はい。SS ターンチャージもあるし、まあ SS もね、直殴り系なんで、赤座に対しては結構火力出ると思います。アジン族っていう点も含めて、そもそも煉獄さんと結構相性良さそうですよね。ラプラスに関しても貫通変化持ってるんで、まあ、普通に使えるような気がしています。壁ドン SS の岩投資、最近出ましたアポロン、まあバイタルキラーだったり超マイン持ってるんで、かなり殴り火力は強力です。SS も味方バフ持ってるんで、まあ、これによってね、煉獄さんの火力を上げて、ワンパンすることができる可能性もあります。で、まあそんな感じで結構ね、適正キャラが多そうなんですけども、多属性もっと見ておきますと、まあ、結構数いるんですよね。まあ貫通だったら貴重ですね。超ダメを超アンチワープ。キラー持ってるし、何より友情コンボの加速と、SS の加速ですよね。これがめちゃくちゃ強いんで、かなり使えそうなのと、静か御前とかと同様に、侍族なんで、同族恩恵もね、結構取りやすいかなっていう風に思ってます。クラピカとかも強そうっすよね。まあ相変わらず実況解説が強いし、まあ無属性耐性持ってるんで、貴属性攻撃じゃなかったら結構ね、軽減することができます。まあ言わずもがな SS はぶっ壊れなんで、全然活躍する可能性あるんじゃないかなと思ってます。ホルテとかもめちゃくちゃ強そうっすよね。魔族キラー EL 持ってるんで、
まあ、ボスに対してはめちゃくちゃ火力入ります。まあそうやってみると結構適正キャラ多そうなんで、まあ、そんなに構えなくてもいいかなと思ってるんですけども、反射キャラもキスキルリラ、エクリプス、他にもちらほら使えそうなキャラはいるんで、まあさすがに貫通セッターにしてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ基本的に煉獄さん連れていけばめちゃめちゃ簡単と言えるほど楽になると思うんで、まあこのキャラの接待でしょうね。相当煉獄さんは強いと思います。まあ結構ね、コラボの超究極に関しては露骨な接待入るタイプと意外とそうでもないタイプがあるんですけども、今回は露骨に強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。煉獄さんの活躍に期待しましょう。では最後に赤座の性能考察していきましょう。先に言っておくんですけども、このキャラ結構やばいです。めちゃくちゃ強いと思います。性能を見ていきますと、アンチダメージオール超アンチウィンドウカッコラック、無属性耐性パワーモード、ゲージでアンチ減速壁ダッシュ、まあそこまで貫通タイプは強くないんですけども、一応豪絶サマーにも使えるアビリティセットです。でこのキャラのヤバい点がパワーモードですよね。まだバサラしか持っていないパワーモードを2体目にして降臨につきました。パワーモードの恩恵としましては、各マップ開始時に動き終わるまで攻撃力が 1.5 倍上がります。これは友情コンボも含みます。なので実質攻撃力は 5万7000超えておりまして、友情コンボもラウンドスパークなんで結構強いですよね。 1.5 倍入るんで結構火力も出ます。他にも無属性耐性で非ダメージ軽減、超アンチウィンドによって加速、ダッシュでも加速できるんで結構機動力が高い殴りお化けになってます。攻撃力 57,000 でスピード450で動き回るって考えると、とんでもないキャラですよね、このキャラ。ただしその代わり結構 HP は低めです。でしかもこのキャラやばいのが SS なんですけども、これね打撃系だったんですよ。なので直殴り扱いですし、倍率が12倍あるんでパワーモードを含むと累計18倍になります。もちろん弱点必中扱いとかではないっぽいんで狙い撃ちが必要なんですけども、まあ降臨枠の中でこの SS はかなり強いですよね。まあ18倍といっても元々攻撃力結構高いんでかなりの破壊力を持ってます。ゲージ飛ばしとかも結構しやすいと思います。まあ、このキャラは本当に全てが高水準なんで、今回のコラボの目玉の降臨枠ですね、絶対に運極作ってください。ゲストの使用上ガチャゲン使っても運極扱いで周回できるんで、ギミック的にも煉獄さんがいれば、まあ、そこまで難しくないんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんな感じですね。よかったら皆さんの意見も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。